じゃーん、釣り人10月号です。アユとハゼがわかる本っていうことで出たばっかりの釣り人ですけど、この月刊釣り人誌、これね、今回もハゼの記事を書かせていただきました。やばいよねこれ。ハゼ釣り YouTuber サクパが考えるハゼ釣り12ヶ月っていうタイトルになってるんですけど、これね、カラーで写真いっぱい載せていただいて4ページも文章をね書きました。あんまりこういう仕事はしたことがないんで文章は得意じゃないんですけど、一生懸命考えて書きました。どういうことが書いてあるかっていうと、1年は1月から始まって12月まであるんですけど、まあ当たり前ですよね、そんな説明いらないですよね。ハゼ釣りはこの夏だけの釣り物っていうのが割と定説というか一般的に根付いていたと思うんですけど、実はそうじゃなくて、この5月6月ぐらいのこう小さいサイズのね、新子と呼ばれる生まれたばかりのハゼもこう唐揚げにして召し上がる文化があったりだとか、それから冬のね12月とか1月ぐらいになると、東京の運河ではその年魚ですから1年で生まれてね、生まれて1年で死んでしまう魚、基本的にはね、ですから大きいサイズになるのはその越冬したり生まれた年が違ったりとか、そういうことがねこう書いてあるんですよ。で1月12月その冬場の12月1月とかになると大きいサイズが出ますよとか、そういったことがねこう書かせていただいてるんですけれども、基本的にはどこも状況は似たり寄ったりだと思うんですよね。その春にハゼがたくさん生まれるんですよ。で冬になるとたくさん産卵をするっていう、このサイクルは変わらないんですけど、冬に産卵をするものが数が多いだけであって、夏に産卵する子もいるし、春に産卵する子もいるし、年中通年産卵はされている。もちろん孵化、誕生してくるのも通年しているっていうのを強く発信したいんですよね。でこれはもともと僕が YouTube を始めて水中カメラを撮り始めた時、水中映像を撮り始めた時に、12月の水中映像を記録していたら、このね、稚魚のちっちゃいハゼが泳いでたんで、泳いでたっていうか、それを撮影することができたんですよ。で、いや、これおかしいなって疑問に思い始めたのがきっかけで、で、マハゼをすごく研究されている、古川先生っていう方とね、いろいろお話を聞く機会があったりですとか、そのマハゼの生態とかにより深く学んでいくことによっていろんなことが分かってきたんですけど、やっぱり水中映像で映っていた通り、ハゼは通年産卵をしてますよ、通年孵化がしてますよっていうことが分かってきているんですけど、生まれたタイミングがどん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 違う新しい子が生まれているので、必ずしも春に孵化して冬に産卵してっていうことではないんですよね。そこの数が非常に多いっていうことなんですよね。でね、今特になんでこういう話になるかっていうと、6月7月ってサイズがすごくちっちゃいんで、その時期一生懸命釣ろうとする人は針がねちっちゃいんですよ。やっぱり大きい針を使ってる人はなかなかね釣れないはずです。7号とか、ハゼ針でいう7号とか、袖針の6号とか、大きい針を使うと当然釣れづらい。それはハゼのサイズが小さいから、口が小さいからなんですけど、ヒネハゼって呼ばれるその1年経った大きいサイズを釣るときは、その大きい針だけを使えば小さいハゼは釣れずに大きいハゼだけを狙うみたいなことはできるわけなんです。ところがその、まあ、いわゆるデキハゼっていう新子ですよね、これが数がめちゃくちゃいるんで、もうバカ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 当たるんですよ。だから針が大きくて餌がついてると
当たるけど乗らないみたいなことが頻繁に起きて、まあそれでもいいんですよ。大きいのしか釣らないよ、俺は大きいのにこだわってるんだ、天ぷらを食べたいんだっていう人はそういう釣り方でも全然問題ないんですけど、小さい時からパッパッパッパってこうたね、たくさんの数を釣って唐揚げにする方とかたくさんいらっしゃるんですけど、そういう方はね、本当に袖の2号とか3号とかちっちゃいのを使うんですよ。で、徐々にハゼのサイズが大きくなってくるにつれ、今度ちっちゃいとね、すっぽ抜ける時とかがあったり、大きいのが来た時に小さいとこうバレてしまったり、いろいろね、こう不具合が起きるんで、少しずつね、みんな針を大きくしていくんですよ。4号にして、5号にしてって調整していくんですけど、このね、やっぱ波がこうあって、6月7月ぐらいにバーッと稚魚がたくさん出てきた時に、まあ稚魚というか小さいサイズが出てきた時に、みんなね、針を大きくしていって、4号とか5号を使っててもバン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 って釣れるんですけど、一旦ね、またね、ピュッとちっちゃくなるんですよ、ハゼが。そうするとね、5号、4号、5号だとね、乗らなくなってくる時がある。これ面白いんですよね。なんでかっていうと、もう一年中ハゼを追っかけてると、まあ、ハゼのね、このサイズ感っていうのがね、こう、面白いようにね、変化していくんですよね。で、日ごともそうですけど、ポイントごとでも全然違うんで、その自分が今竿を出すところのハゼのサイズに針のサイズを合わせて釣りをしていくっていうのが、数を伸ばしたり、こう、当たりをね、細かい当たりを的確に取っていくことができると思うんですよ。で、今度逆にね、まあ、あんまり小さすぎると、今度飲まれたりね、不具合もあるんで、その辺はうまく調整しながら、こう現場でね、こう合わせ、この針のサイズとか、釣り方を合わせていくっていうのがいいと思うんですけど、でも実際ね、そこまでやってる人ってほとんどいないですね、見てると。当たるけど、乗らないんだよなって。すっごいいっぱい当たりはあるけど釣れないんだよっていう人のこう道具とか見せていただいたり、仕掛けとか針を見せていただくと、結構針が大きかったり、こう針先にちょっとゴミがついていたりね、細かいところなんですけど、一つ一つクリアしていくと釣果にね、差が出ると思うんで、まあでもね、それをね、推奨しないし、そんなこと言ってもそこまでせんよっていう人の方が多いと思うんで、まあすごくね、深く追いかけてる人には、ああ、まあなるほどね、そういう、この魚のリズムみたいな、大きくなったりちっちゃくなったり、こう、確かにあるねっていう人は、この釣り方をね、いろいろ変えてみていただきたいですよね、針のサイズとか。うん、何の話だっけ今ね、もう8月も終わろうとしてるんですけど、東京では徐々にハゼのサイズが良くなってきて、ほんと場所によってはもう13センチ、15センチぐらいのが普通に釣れてるんで、ヒレハゼがね、もうだいぶ少なくなってきて、15、6センチがね、出て、うわーみたいなのあんまりないんですけど、でもね、型が良くなってきて、それからね、数がまだまだ多い場所っていうのはもうほんと落ちパクで釣れるんで、やっぱ競い合ってね、餌をね、取ってますよ。だからものすごい面白い時期なんで、おすすめです。ポイントを外すと、もう全然釣れないんで、場所をね、的確に。歩いて、その日、その時、いい場所っていうのを探して、釣り歩く、ランガンスタイルでハゼも狙ってみると、数がね、伸びると思うんで。ぜひね、一箇所に留まって、こう、ずっとね、釣れない中、ずっとこうやって出して待ってても釣れないんで、今日いいところをね、探して見てみてはいかがでしょうか。暑いんで、熱中症対策、暑さ対策だけしていただいて、ハゼ釣りを楽しんでいっていただきたいなと思います。今回は、この釣り人に記事を書かせていただきました。ぜひ皆さん、まだ10月号、これ、書店とか、あと釣り具屋さんにも置いてありますね。立ち読みも嬉しいんですけど、まあ本屋さんとか、この編集雑誌の会社からすると、やっぱりね、購入していただいて、保存していただいて、ああ、そういや、あれなんだっけな、みたいな、を見ていただくと嬉しいですね。まあ今、デジタルでも買えるんですもんね。なんていうの？あれ。Kindle 版？Kindle 版？っていうんだっけ？
あれデータでもね見れると思うんで、ぜひチェックしてみてください。ありがとうございます。